kJ-200 は、先制飛機工業工紙が開発した早期警戒管制機である。kJ は空警のピンイン綴りの最初の文字に由来し、空中、警の略で空中早期警戒を意味する。NATO コードネームはモス。この機体の重要構成部品は、外観的にはサーブエリアイシステムに似た AESA レーダーシステムで、複足のセンサードームのほか、後部胴体上部の支柱に取り付けられている。この機体のプラットフォームは、先制 Y-8F-600 をベースにしており、プラット&ホイットニーカナダ PW150 バイトターボプロップと、ハネウェルのアビオニクスが組み込まれていると報告されている。kJ-200 の総設計士は、Y-8 の総設計士だった王修である。王修によると、kJ-200 はグラスコックピットの採用など、オリジナルの Y-8 から大幅に改良されているという。プロジェクトは2006年にkJ-200 の試験時に、広乗市の山に墜落という大失敗を経験した。2009年10月1日の中華人民共和国国慶節の軍事パレードでkJ-200 が戦闘機として活躍した。2017年2月、アメリカ海軍のロッキード P-3 オリオンとkJ-200 が南シナ海上空で不用意に接近した。両機は互いに1000フィート以内の距離であった。ありがとうございます。